県庁前で開かれた島々を戦場にするな、沖縄を平和発信の場に 2.26 緊急集会には70以上の平和団体のメンバーや市民らおよそ1600人が参加しました。集会では自衛隊のミサイル部隊の配備など県内で軍備拡大が進められる中で、沖縄が他国への攻撃拠点となることを危惧し反対の声を上げました。やっぱり戦争が近づいている感じがすごく強くて、ちょっと個人の立場でも反対したいなと思ってきました。で、基地ができていくことによって多くの人が、あ、じゃあそれは必要なんだというふうに思わされていくんだろうなって思うんですけど。集会の後には参加者全員で戦争のない平和な社会の実現を訴え、那覇の街を行進しました。